日産、リーフ日産、リーフゼレーゼレー型リーフは、日産自動車により2010年12月に日本とアメリカで発売され、世界で量販されている5ドアハッチバック型の電気自動車である。2009年8月2日に、日産自動車横浜グローバル本社の竣工式に、合わせて発表、2009年11月の第41回東京モーターショーで、 一般向けに初公開され、日本及びアメリカでは世界に先立って、翌年12月に発売された。このモデルの発表以前には、2008年8月6日に、キューブキュービックをベースとした実験車両 EV-01 及び EV-02 が2009年7月27日にはティーダをベースとし、リーフと同一のプラットフォームを使った実験車両。 EV-11 及び EV-12 が公開された。また、公開されていないものも含めると、日産は1年に3台の実験車両を開発していたという。2012年11月20日には、日本使用者がマイナーチェンジされ、モーターの変更、軽量化、仕様の変更が行われたほか、廉価グレード S が新たに追加された。また、 車載充電器をラゲッジリウム内からボンネット内に移動したことで、ラゲッジ容量を330リットルから370リットルに増やすとともに、メカニズムの変更によって、航続距離が14%アップの 228km へと伸びた。2013年4月19日、2014年3月28日、2015年3月27日と3度、 日本国内における希望小売価格の値下げが行われた。ここでは主に日本仕様について記述する。他国仕様については他の項目を参照。2009年8月2日日産自動車横浜グローバル本社の春工式に合わせて発表。2009年11月第41回東京モーターショーにて一般向けに初公開。 2010年12月20日日本国内にて販売開始。2012年11月20日マイナーチェンジ。シングレード追加、後続距離延長などの改良を受けた。2013年4月19日日本国内での希望小売価格を値下げ。2013年10月8日、同年9月末時点で日本国内での累計販売台数が3万台を達成したことを発表した。 2014年1月8日特別使用車エアロスタイルを発売オーテックジャパンの扱いで持ち込み登録となる2014年3月28日日本国内での2度目の希望小売価格値下げを実施オーテックジャパン扱いのエアロスタイルライフケアビークルを含む全グレードで本体価格25.7万円の大幅値下げを行い 同年4月1日からの消費税率変更を考慮しても約16.07万円約19万円の大幅値下げとなった。2014年3月31日ラインアップ整理のため S のみに設定されていたホワイトが廃止となった。これにより d ーフに設定されているボディカラーは全6色となった。2014年5月15日創立80周年。 記念特別使用者、XAT スペシャルカラーリミテッドを発売。2015年3月27日日本国内での3度目の希望小売価格値下げを実施。オーテックジャパン扱いのエアロスタイルライフケアビークルを含む全グレードで一斉値下げを行い、カタロググレードエアロスタイルアンシャンテ助手席回転シートは13.392万円。 消費税非課税のドライビングヘルパーは12.4万円値下げした。2015年12月24日、日本使用者において2度目のマイナーチェンジ。駆動用、バッテリー 30kWh 搭載モデルの追加、エマージェンシーブレーキ及び、LDW の新搭載、ボディカラーの変更を実施したほか、オーテックジャパン扱いのエアロスタイルも改良した。2016年10月3日、 世界累計販売20万台達成記念特別使用車、サンクスエディションを発売。同時にボディカラーの追加もいった。2017年3月29日2017年シーズンからの横浜スタジアムのリリーフカーとして起用されたことを発表。2017年9月フルモデルチェンジの公式発表に伴い、日本での初代モデルの生産を終了。 在庫対応分のみの販売となる。2017年10月2代目となる Z1 型と入れ替わる形で日本における販売終了。床下に配置されたバッテリー充電用ソケット、インバータ、モーターモーターには当初最高出力8 0ット最大トルク 280Nm を発生する3、昇降流の EM61 型 A9 磁石型同期モーターが搭載され、 最高速は時速 145km であった。2012年11月に行われたマイナーチェンジでは、モーター、インバータ、DC、d c コンバータなどが一体化され、溶石が30%、質量が10%削減された。モーターは新設計の EM57 型に変更され、最高出力は変わらず 80kW、 最大トルクは低下して 254nm となった。このモーターは、レアアースであるジスプロシウムの使用量が40%削減されている。また、日本仕様の GX には、下り坂で減速度を発生させる B レンジが追加された。回生ブレーキシステムも採用されており、前期型では満充電で 200km 走行することができる。ただし、 アメリカの EPA 基準では 117km であり、実用上でも 100km 前後であった。また、33.7kWh がガソリン1ガロン相当として計算される EPA の計測では、前期型がティ燃費 45.1kmL、ハイウェイ燃費 39.1kmL、総合燃費 42.1kmL 相当と評価された。 軽量化や改正ブレーキシステムの制御変更など行われた中期型では満充電からの走行可能距離が二二百十八キロメートルまで向上している。後期型では駆動用バッテリー容量を既存モデルよりも六キロワットアワー増量した三十キロワットアワーモデルが新設定された。高容量の新材料を使用したことでバッテリーパックサイズを二十四キロワットアワーモデルから 据え置いたままリチウムイオンの高重点化とバッテリー内部抵抗の減少を実現したことで航続距離を 280km に向上した。バッテリーには日産と NEC の合弁会社であるオートモーティブエナジーサプライによって製造されるセル192個を自家並列接続し 90kW 以上の出力を発生するラミネート型リチウムイオンバッテリーが採用された。 充電に関しては、参照 200V の急速充電器の利用により、バッテリー残量警告灯が点灯した状態から、電池容量の80%まで30分で充電することができる。単相を 200V の普通充電の場合、約8時間で、バッテリー残量警告灯点灯から100%まで充電可能であり、基本的には 200V での充電が推奨される。 100V の充電ケーブルは標準装備されず、オプション対応が可能であるが、充電器の使用により、単素 100V の普通充電ではおよそ28時間かかる。充電口車両右側が急速充電器用のソケット、同じく左側が家庭用コンセント用のソケット。採用するプラットフォームは先に発表された実験車、EV-11 に採用されたものと同一のものを使用する。 一部には B プラットフォームと共通の部品を採用しているものの、基本的には電池の形状に合わせて専用設計されている。リチウムイオンバッテリーを床下に配置することにより、重量配分を適切化して、前後重量配分を57、43とし同時に後席レッグルームとヘッドルームを確保した。バッテリーは機密構造となっており、 海水に使っても漏電しなかった実績がある。なお、駆動方式は前輪駆動で、モーターは車両前方に搭載される。また、充電口は車両前方に配置されている。2012年11月のマイナーチェンジでは、モーター類の軽量化に加え、バッテリーモジュールとケースの構造の合理化や、その他のパーツの軽量化により、およそ8 0ラム軽量化がなされている。 また、一部グレードには、車載機器の電力消費による、航続距離の減少を防ぐため、リアスポイラー上に、太陽電池が搭載される。なお、日本、欧州仕様のタイヤには205、55R1691V ブリジストン、イコピア EP150 が、北米使用車には同じくブリジストンの、オールシーズン仕様 P205、55R1689H、 イコピア EP422 が装着され、ブレーキには前後ともベンチレーテッドディスクブレーキが採用される。パーキングブレーキは当初センターコンソールのスイッチで操作するという形式であったが、2012年11月のマイナーチェンジで足踏み式に変更された。また、特別使用者のエアロスタイルは2015年11月のマイナーチェンジで X と G に 走行性能を制御する VCM の専用チューニングを行い、アクセルを踏んだ時の反応を向上させたファインレスポンス VCM を新たに標準装備している。モータールーム日産の CEI が装着されている部分はインバータなどを含むパワーコントロールユニット。ガソリン車のヘッドカバー風にデザインされている。またその向かって右側には、電装用の 12V バッテリーが搭載されている。 プロダクトチーフデザイナーは、井上正人が務め、第40回東京モーターショーが行われていた2007年、秋頃より、リーフのデザインが開始された。エンジンではなく電気モーターを搭載することにより、フロント部の体積を小さくすることができ、フロント両サイドを大きくカットして、ボンネットを V 字型としている。また、フロントウィンドウ下部のラインもそれに合わせ大きく、こう描くデザインとしている。 ソーラーパネル付きリアスポイラー、アンテナアンテナは、空力性能に配慮された形状に設計されている。空気の流れを車両前方の低い位置で左右に分かれさせるよう設計され、ボディ下は、フロアカバーなどの装着により平滑になっており、またマフラーがないことを利用して、リアディフューザーを装着したり、大型スポイラーや、テールフィン風のテールランプなどを採用するなどして、 CD 値を0.28としている。また、エンジン音がないことにより強調されうるドアミラーの風切り音を減らすため、ヘッドランプが盛り上げられている。一般向け初公開が行われた第41回、東京モーターショーでは、北米向けの左ハンドルモデルの発表も行われた。北米使用者は、ヘッドライト内のリフレクターの色が白色からアンバーに変更され、 リアバンパー下にバックフォグランプが追加装備されたほか、ルームミラー、リアヘッドレストの仕様が変更されている。なお、市販使用者のドアミラーの形状は、東京モーターショーに出展されたプロトタイプモデルとはデザインが異なっている。当初は内装色にはエアリーグレー一色のみが設定されたが、2012年11月のマイナーチェンジでは新たに、 ブラックの内装色が追加され、日本仕様 GX には新たに本川シートもオプション設定された。生産は2010年10月22日から日産自動車追浜工場で開始され、2012年からは北米日産のスマーナ工場で、2013年初頭からは英国日産サンダーランド工場で製造される。また、同じく2013年頃には、 ベヌーシアブランドとして、東風技車有限講師カト工場での生産が開始される。搭載されるリチウムイオンバッテリーは、ザマ事業所内の NEC との合弁会社、オートモーティブエナジーサプライ株式会社により製造されるほか、2012年から、米国スマーナ工場、英国日産サンダーランド工場、ポルトガルアベイロノルノーカシア工業団地、及び、 フランスのルノー・フラン工場でも生産される予定となっている。また、モーターの生産は、日産横浜工場で、インバータの生産は、ザマ事業所及び、カルソニック完成、小玉工場で行われ、モーターの生産は2013年初頭より、米国テネシー州のデカード工場での生産も予定される。工場では、2010年から年間5万台の、 量産を計画しており、2012年に稼働開始する、米国スマーナ工場では、年産15万台。2013年稼働開始する、英国サンダーランド工場では、年産5万台を予定している。日産はグループに建設業を抱えていないため、家庭充電設備の工事や、アフターサービスに関しては、前田建設工業の子会社である、株式会社、j m を、 推奨工事業者に指定している。申し込みは日産のディーラーから JM に紹介する形式を取る。設備の基本工事には10万円ほどがかかる。JM では公共施設やマンションなどに設置する充電ステーションの工事も担当している。日本使用車儀や東京モーターショー出展者3インストルメントパネル販売に先駆け2010年4月1日より、 予約注文が開始され、同年11月9日に形式指定、同年12月3日に正式発表、12月20日に販売が開始された。日本国内第一号車は2010年12月22日に神奈川県に納車された。グレードは当初、X と G の2種類が用意された。全車に EV 専用のカーウィングスナビゲーションシステム、リアスポイラー、 VDC、インテリジェントキーシステム、十六インチアルミホイールなどが装備され、上級グレードの G には、ベースグレードの装備に加えて、ソーラーセールモジュール、アスコード、バックビューモニター、ロックスピーカー、トノカバー、ETC ユニットが装備された。二千十二年十一月のマイナーチェンジでは、ナビゲーションシステムや、アスコードなどが装備されないレングレードの S も追加され、 それにより、最上級グレードの G には17インチアルミホイールが標準装備化。一方で、X は S と同様に16インチホイールカバーが標準で装着され、16インチアルミホイールはオプションとなった。また、福祉車両、ライフケアウィークルもラインナップされており、アンシャンテ助手席回転シートと手動運転装置などを装備したオーテックドライブギアタイプ E。 運転席右上図上に、対価重 100kg の運転席乗降用グリップを装着した、運転席マイティグリップの3タイプを用意している。日本での販売価格は当初税込み3764,250円からで、2010年度 EV 補助金を適用した場合は2984,250円からとなっていた。中期型から追加されたグレード。 S, S の価格は3349,500円となり、2012年度クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金を適用した場合、最安値は249万6,000円となっていた。2013年4月19日に、福祉車用ライフケアビークルを含む全グレードが値下げされ、レングレード S は306万2,850円、2012年度と、 同額のクリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金が受給できる場合、最安値は220万円となっていた。2014年3月28日の再値下げでは、廉価グレード S が8%消費税込みで287万2800円、クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金が最大額受給できる場合、およそ226万円となり、 前回の値下げの時よりもプラス6万円程度に抑えた。2015年3月27日の再々値下げでは、廉価グレード S が8%消費税込みで273万8800円となった。メーカーオプションの運転席、助手席、SRS サイドエアバックシステムレス SRS、カーテンエアバックシステムレスを適用し、クリーンエネルギー自動車等、 導入促進対策費補助金が最大額受給できる場合、およそ239万円となる。同年11月10日のマイナーチェンジでは、エマージェンシーブレーキと LDW を標準装備したことに伴って数万円値上げとなり、S の 24kWh モデルの場合、8%消費税込み280万3680円となった。メーカーオプションの運転席、 助手席、SRS サイドエアバッグシステムレス SRS、カーテンエアバッグシステムレスを適用し、クリーンエネルギー自動車等、導入促進対策費補助金が、最大額分受給できる場合、およそ245.8万円となる。なお、電気自動車は、値引き販売すると補助金が減額されてしまうため、希望小売価格は事実上の低下である。合わせて、 環境対応者普及促進税制における購入時の自動車取得税並びに自動車重量税全額免税対象者でもある。熊本県熊本市の水前寺タクシー2011年からはリーフのタクシーが登場している。同年2月7日には神奈川県のタクシー会社で運用を開始した。神奈川県と神奈川県タクシー協会が進める EV タクシープロジェクトにより 2010年度内に神奈川県内の22社が計35台を導入。また、大阪府でも EV タクシープロジェクトを進めており、32社に50台が納入され、同年2月15日より運行開始している。以降、多数のタクシー業者によりリーフの投入が行われているほか、公用車などへの採用も行われている。2012年5月には、 日コンが開発した EV パワーステーションを活用した電力供給システムリーフ2ーホームを市場導入することを発表。このシステムは世界初となる電気自動車の大容量バッテリーに貯めた電気を一般家庭の分電盤に接続して活用するもので EV パワーステーションを一般家庭の分電盤に直接接続しコネクターを リーフの急速充電ポートに接続することで、駆動用のリチウムイオンバッテリーに蓄えた電気を住宅へ供給することが可能となる。これにより、夜間電力や太陽光発電を使用してリーフに充電し、電力需要が高まる昼間の時間帯に使用することで、家庭への安定した電力供給や電力供給のピークシフトに貢献できるほか、満充電時、一般家庭の 約2日分の日常使用電力を賄うことができるので、停電時や非常時のバックアップ電源として活用することができる。また、電力の供給だけでなく、リーフの駆動用バッテリーへ最短4時間で満充電できる充電機能も搭載されている。2013年5月31日からはバッテリー容量保証を開始。すでに適用開始日前に購入したユーザーも、 対象となる。これは5年、または10万 km の範囲内でバッテリー容量計が9セグメントを割り込んだ場合、日産が無償でバッテリーを修理、または交換するというもの。なお、2015年11月のマイナーチェンジで追加された駆動用バッテリー3 0 k w ーモデルは耐久性の改善によりバッテリー容量保証の期間、走行距離を拡大し、8年、 または16万 km に設定した。ただ実際には、それでもなおバッテリー性能の劣化を主な理由とした中古車価格の大幅な下落が起きており、国沢光弘など一部の自動車評論家から批判を浴びている。特別使用車、編集エアロスタイル2014年1月に発売。専用 LED、データイムランニングライトを組み込んだ専用、フロントエアロフォルムバンパー。 プロテクターを装備したモデル。17インチアルミホイールも専用デザインとなり、ブルーのアクセントが入る。XAT スペシャルカラーリミテッド2014年5月に発売。XO ベースにホイールカバーと電動格納式、リモコンドアミラーにブロンズカラーを採用し、LED ヘッドランプ、オートライトシステム、カラーバックビューモニターを装備している。ボディカラーとして GTR や フェアレディ Z の歴代モデルで採用されたヘリテージカラーを元にした特別設定色4色が設定される。サンクスエディション2016年10月に発売された世界累計販売20万台記念特別使用者。X、X エアロスタイル、G、G エアロスタイルの 30kWh 同様バッテリー搭載モデルをベースに x 系は LED ヘッドランプとオートライトシステムを特別装備し、X は、さらに、X エアロスタイルに、標準装備されている17インチアルミホイールも、特別装備した。GK は、本革シート、ヒーター付けドアミラー、アラウンドビューモニターアメリカでは、インターネット上で2010年4月20日より、事前優先予約の受付が開始され、一般向けの実際の受注予約は、 同年5月15日に開始された。2010年12月11日より、カリフォルニア州、オレゴン州、ワシントン州、アリゾナ州、テネシー州でデリバリーが開始され、2011年1月にはテキサス州及びハワイ州に投入。2011年7月25日には、ノースカロライナ州、フロリダ州、ワシントン DC、バージニア州、メリーランド州、 ジョージア州、アラバマ州、イリノイ州、ミシシッピ州、サウスカロライナ州で予約が開始された。2011年9月29日には、コロラド州、コネチカット州、マサチューセッツ州、ニューハンプシャー州、ニュージャージー州及びニューヨーク州において予約が開始され、同年12月までに、それらの州でのデリバリーが開始、12月6日には、デラウェア州、インディアナ州、 ルイジアナ州、ネバダ州、オハイオ州、ペンシルベニア州及びロードアイランド州での予約が開始され、翌2012年春にデリバリーが開始される。2012年3月1日には残りの21州での予約が開始され、同年夏までにそれらの州へのデリバリーが開始される。日本での販売価格発表と同日の2010年3月30日には、米国でも 販売価格が発表され、販売価格が32,780ドルとなり、政府補助により最高で25,280ドルまで減額されることが発表された。なお、北米における価格が日本市場の価格設定に比べて大幅に低くなっているのは、北米での販売台数を多く稼ぐためである。グレードは SV と SL の2種が用意される。 上級グレードの SL には、ベースグレードの SV の装備内容に加えて、ソーラーパネル付きリアスポイラー、フォグランプ、バックビューモニター、オートライトなどが、標準装備される。また、米国における販売開始に先駆けて2010年9月に、同国におけるリーフのイメージキャラクターを務めるランス・アームストロングに、米国第一号車が納車された。イギリス、オランダ、アイルランド、 ポルトガルでの販売価格は2010年5月17日に発表された。ポルトガル及びアイルランドでは2010年7月30日に予約注文の受付が開始され、同年9月1日にはイギリスでの予約注文受付が開始された。納車開始時期はオランダが2010年12月、ポルトガルが2011年1月、アイルランドが2011年2月、 イギリスが2011年3月22日となった。また、2010年12月1日からはスイスでの予約注文が開始され、2011年下旬に発売が予定される。欧州における販売開始に先立ち、2010年12月22日には、ポルトガルの EV 関連企業、モビ、e に欧州としては、初の納車が行われた。 2011年5月12日にはスペインにおいて予約注文が開始され、納車開始時期は同年9月となった。2011年8月2日にはフランスで初の納車が行われた。2011年春頃にはベルギーでの予約が、9月にはノルウェーでの予約が開始され、いずれも同年秋に発売された。2011年11月中旬にはデンマークでの販売が開始された。 同年末にはスウェーデンでの販売が開始され、納車は2012年初頭より開始される。2013年5月9日、英国日産はイギリスのウェストミッドランズ警察が30台のリーフをパトロールカーとして導入したと発表した。2011年7月28日、カナダ市場で納車が開始された。同国内においては2012年中に600台の販売が予定されている。 2011年11月には中国小北少武漢市に15台のリーフが納車された。2012年6月にはオーストラリアで発売開始。同年の登録台数は77台。翌2013年は4月までに39台を販売。2012年10月にはニュージーランドで発売開始。2014年3月には韓国日産を通じて、 韓国での販売も開始。ただし、本島での採用は見送られ、チェジュ道のみとなる。リーフ・ニスモ RC2011 年に、ニスモにより開発された、リーフ・ニスモ RC が発表されている。RC は、レーシングコンペティションの略。初公開は、同年4月に行われた、ニューヨーク・インターナショナル・オートショー。この際は単なる展示にとどまったが、同年6月6日には、 袖ヶ浦フォレストレースウェイにて行われたテスト走行がメディアに公開された。また同年のマン二24時間レースに先立ち、同レースの行われるサルトサーキットでデモ走行を行った。ただ同マシンはパワートレインこそリーフと共通のものを使用しているものの、それ以外は駆動方式が後輪駆動となり、車体は新たに製作された。 カーボンコンポジットモノコックで車両重量も九百二十五キログラムと市販モデルと比べて約六百キログラム弱軽いなど見た目にはリーフとは全く別物の車となっている二千十一年六月現在はあくまで試作車ということでリファレンシャルギアやクラッチが装備されておらずそのためコーナーで滑りやすい最高速が約時速百五十キロメートルと伸びないといった問題を 抱えており、今後、松田次をテストドライバーとして、順次改善を進めていく方針としている。松田曰く、クラッチがついて変速ができれば、時速 250km ぐらいまでは出せるのでは、とのこと。ニスモでは、将来的には、ドーマシンを用いた、ワンメイクレース。また、電気自動車のメリットを生かした、屋内サーキットでのレースの開催も視野に入れている。 2012年6月、英国日産は、リーフ・ニスモ RC を、グッドウッドフェスティバル・オブ・スピードのヒルクライムに出場させると発表。同年9月には、スポーツランドスゴで開かれた全日本電気自動車グランプリシリーズに参戦し、本格的なレース参戦が実現した。ありがとうございます。